石川県有数の温泉地、七尾市の和倉温泉です。三が日で本来であれば多くの観光客でにぎわうはずだった温泉街ですが、人や通る車ほとんど見られません。今回の地震で和倉温泉にある22の旅館すべて休業となっています。正月に旅館を襲った大地震、宴の準備が進められていた調理室では割れた皿が散乱し、最上階である8階には地上が見えるほどの大きな亀裂が入っています。昨日の夜から降り始めた雨の影響で至る所で雨漏りも起きています。また温泉のパイプが壊れたり、市内全域は断水していることから営業再開のめどは立っていません。和倉温泉では大晦日から元日にかけてほとんどの旅館で9割ほどの客室が埋まっていました。宿泊客は着の身着のまま近くの小学校などに避難していましたが、今朝までにほとんどが帰路に着いたということです。なお旅館の若おかみは、状況は壊滅的で自力では立ち上がれないと話していました。以上、中継でお伝えしました。